いつも人の目が気になって言いたいことが言えない。そのまんまの自分では存在価値がないって感じる。親が本。 に許せへんでも親から離れられないいつも苦しい方を選んでしまうし無理して頑張りすぎてしまうし自分がどう生きていったらいいかがわからへんなんでこんなに生きづらいのかその原因は人生脚本ですそもそもアダルトチルドリーになりたくてなった人なんか一人もいないだって親に嫌われたら生きていかれへんかった愛してもらうために捨てられないために必死で自分のことを殺して生き抜いてきたこの社会で上手に生きるための生き方を身につけてきたんですよそれが人生脚 脚本。そして大人になった今でもその脚本通りに子育てして仕事をして働いて毎日を生きているだから生きづらいんですはいどうもこんにちはライフスキルコーチのミスターおかちです親も子も楽になる緩める心理学始めていきたいと思います今日のテーマはアダルトチルドレンが自分の人生を取り戻す方法です この3年間僕がインスタグラムとか SNS とかボイシーとかラジオとか YouTube で発信してきたことのその全てをギュッギュッギュッって凝縮してお伝えしたいと思います。完全版です。総集編です。早速ですけど、このようなことはありませんか親に優しくできない。本音が言える友人がいない。完璧にしないと気が済まない。困ってる人をほっとけない。何をやってもうまくいかない。自分を大切な存在だと思えない。 しんどくても頑張らなきゃって思うそのままの自分では 価値がないと感じる2014年にこの和歌山市でライフスキューの学校を立ち上げてこの10年間リアルやオンラインいろんな場所で5000人以上の方々の人生相談をしてきました仕事の悩み人間関係の悩み子育ての悩みいろんな相談を受けてきましたけどもそのあらゆる相談あらゆる問題の根っこにあるのが人生脚本だったんですよ幼少期の親子関係から来るものでしただってね僕たち私たちは 人生脚本に従って物事を選択し、人生脚本に従って人と関わり、人生脚本に従って毎日を生きているんですよ。だから、いろんなコーチング術とか、本でこういう風なことやったらええでとか、そういうノウハウとか学んだとしてもね、表面的なとこ学んだとしても、根っこの人生脚本が変わらないと、人生変わらないんです。自分は変わらないんです。この生きづらさが取れないんですよ。人生脚本っていうのは、0から6歳までの親との関係性によって作られたルール、考え方、 価値観、信念。これが人生脚本なんですね。その人生脚本の中には、人とどう関わったらいいのかとか、えー、社会でどう振る舞ったらいいのかとか、そういう世の中の生き方を身につけていくんですね。例えば、何度う人から頼まれたら断ってはいけないとか、人と会った時に、まずは挨拶しようねとかね、えー、絶対遅刻してはいけないとか、100点取らないといけない、いい大学に行かないといけない、安定した仕事を選ばないといけない、YouTuber なんかダメだ、公務員にならないといけないとか、 女の子は女の子らしくしないといけない、完璧にしないといけない、家事も子育ても、ねえー、仕事も全部100点だみたいな、そういうような。 考え方とかルールーこれれが人生脚本でですすよよねガチャってて組み込まれてるんですよだから頭ではダメやりたくないと思っていてもやってしまうダメやと思ってるけどやってしまうこれは人生脚本があなたを動かしているんですよその人生脚本の中には自分を幸せにするルールもあれば自分を不幸にするルールもあるんですよ自分を生きやすくするルールもあれば自分を生きづらくするルールもあるんですこのように自分を不幸にするルールとか自分を生きづらくするルールこの思い込みと がこの価値観このルールに縛られていたら親も子もそして自分も自分の大切な人も苦しくなってしまうなぜならこうしないといけないという思い込みで縛ってしまうからなんですこのように幼少期の親子関係によって作られたその間違ったルールによって生きづらいなって感じている人のことをアダルトチルドレンと 呼びます。生きづらさを克服して、自由に生きる、自分らしく生きる、そしてもっと心を楽にして穏やかに生きていくためには、その間違ったルールを緩めること、その人生脚本を手放して、新しい人生脚本をガチャってね、ガチャって作ってガチャって組み込むことが大事なんですよ。今回の動画では、人生脚本を書き換える方法を紹介します。アダルトチュードレンが 自分の人生を取り戻す方法です。この動画を最後まで見ていただけたら、頭ではダメって思ってるのにやってしまうこと、その原因がわかります。メカニズムがわかるんです。メカニズムがわかるから、具体的にどうしたらいいかがわかる。モヤモヤとか、イライラとか、自分攻めがスーッとなくなって、自然体で人と関われるようになります。そのままの自分を愛せるようになる。最後までご視聴ください。この番組では、 心のモヤモヤが晴れる、緩める心理学を配信しています、えー。チャンネル登録よろしくお願いします。今日の目次です。一つ目、アダルトチュードレンとは。二つ目、アダルトチュードレンとなる原因。そして三つ目、アダルトチュードレンを克服する方法。こちらを順を追って解説していきたいと思います。それでは、まず一つ目、アダルトチュードレンとは何でしょうか。はい、こちらです。じゃーん。じゃん はい、アダルトチルドレンとは、機能不全家族で育ち、生きづらさを感じている人ということです。一言で言えば、子供の時に子供を生きられなかった大人。これを総称して、アダルトチルドレンと呼びます。 はい。ここで2つのキーワードが出てきましたね。機能不全家族ということと生きづらさですね。こちら一つ一つ解説していきたいと思います。まあ、どのような家庭で育ったのかということで言えば、この機能不全家族なんですけども、このような特徴があります。機能不全家族とは、一つ目、非合理的なルールが存在している。親の言うことが絶対ということですね。他の 家庭ではやらないんだけど、うちの家庭独自のルールがあるということですね。例えばなんだろうな、えー、エアコンをつけてはいけないとか、お風呂は、えー、6時までに入らないといけないとか、お風呂はまずはお父さんがいて、その次お母さんがいて、その一番最後に子供が入っていくみたいな、そういうその家独自のルールがある。それが、えー、非合理的だということ。まあ平等ではないというルールが存在しているということ。これがまず一つ目。二つ目。親が 親の役割を放棄し、子供が親の役割をするということで、まあ親の役割というね、例えば料理を作るであったり、えー、下の子の面倒を見るとか、ね、お風呂に入らせるとかね、まあそういうことを家事とか育児とか、まあ全般ですよね。で、そういうことを親が放棄し、子供が親の役割をする。親の代わりにご飯を作ったり、えー、親の代わりに仕事をしたり、ね、えー、下の子の面倒を見たり。 そのように、親の役割をすることで、子どもの時に、子どもが本来やりたいことができないということですね。本当はもっと勉強したかったし、友達と遊びたかった。だけれども、えー、親の役割、家を維持するためのことをしないといけない。というような状況ですよね。こちらが2つ目。そして3つ目。家庭に他の人が入ることに強く抵抗する。うん、友達を連れてきてはいけないとかね、えー、家の話をしてはいけないとか、そういうことですよね。3つ目。 とにかく雰囲気がとても暗い、どんよりしているってことですね。まあえー、特徴的な否定的。まずは否定で入るっていうことであったり、えー、批判をしたりとかね、えー、とにかく受容をしないってことですね。否定とか批判とか、非難するっていうことがベースにあるってことですねで。勝ち負け、勝ち負け、誰が勝って誰が負けたかみたいな、そういうなんかちょっとギスギスしたような、そういうような雰囲気があるということですね。そして5つ目、家族間で、 プライバシーが侵害されている。勝手に部屋に入られたりとかね。まあ子供時代の時想像してくださいね。日記を見られたりとかね、えー。携帯とかスマホの内容。まあ当時はスマホはなかったかもしれないけど。まあそういうふうに親にも知られたくないことってあるわけじゃないですか。で、そういうことさえどん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 親がね、えー、侵食してくるということですよね。プライバシーがない状態。そして6つ目。家族から離れることができない。 大人になって1人ぐらいしたいって言ってもいやいやいや家から通いなさいっていう話になったりとかね、えー、とにかく何だろう友達に遊びに行きたいって言っても危ないからやめときなさいみたいな形で、えー、家族と一緒にいることを常に求められるっていう状態ですね。はい7つ目 家族の中で起こった苦痛や大変さは無視されるということですね。だからしつけのためなら叩いてもいいという発想ですよね。言うことを聞かすためなら、それは子どものためだと思うことなら、どんなことをしてでも OK というような価値観が家庭の中にあるということですね。そして8つ目。 変化することに著しく抵抗する。ね。時代はどん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 変わっていく。ね。えー、パソコン買ってほしいって言っても、いや、パソコンなんか必要ないって。お父さんのちっちゃい頃はパソコンなんかなかったっていうそれはなかったよ。それはなかった。時代は変わっていくんだから。ね。そのように変化することであったり、新しいことを受け入れることっていうことに、とにかく抵抗する。ね。えー、親が、だ親の価値観がもう絶対みたいな。 で、親の価値観もなかなか変わらないので、なんか固定化されている感じですね。新しい意見を言えない、思ってることを言えないというような圧力が発生している。そして、九つ目家族同士が分断されている。ね。父親と母親が仲が悪いとか。 えー、なんだろう会話がないとかね兄弟同士でもなんかこう思ったことを言い合えないとかそういう家庭の中で安心で,できる場所とか安全基地がないという状態ですよね。まあ、これが機能不全家族と呼ばれています。どうでしょうかあなたの幼少期を思い返った時に振り返った時に当てはまることはありましたでしょうかね このような機能不全家族で育つと生きづらさを抱えてしまうことがあるともっと言えば自分の親が抱えていた生きづらさが子供に連鎖してしまうことがあるということですねこれは世代間連鎖と言われてますねそう親の中のあるそれ価値観であったりルールであったり生き方固定化されたこうあるべきこうすべきっていう信念そういうものが親から方へと連鎖しやすくなるといいますよね と,というような状況ですよね。えー、なぜなら、ね、他の家庭のことを知らないと。まあ、とどの家庭もそう,ですそ,うそうじゃないですか。僕たち私たちちっちゃい時って、他の家庭がどうだったかってなかなかわかんないですよね。だからうちの家でやってることがもう絶対だと。ね、家族とはこうあるべきなんだと。もうそれが当たり前なんだっていうふうになっちゃいますよね。 特に機能不全家族っていうのは自分の家庭のことを外で言ってはいけないとかね、えー、他の人が入ってくることに強く抵抗するってことだからまさに家の中がもう家の中がなんていうか密室状態ですよ密室状態他が分かんないからこれが世の中で生きるために大事なことなんだ。 っていう風になって。これが世間の常識なんだっていう形で、親の考えとか価値観が子供に連鎖していく。これがね、後ほど紹介させていただく人生脚本になるということですね。世の中の生き方。こういうふうに生きるんだっていう人との付き合い方であったり、そういう世界はどういう世界なのか。と そういう価値観とかルールっていうのが子供に連鎖していき、そして僕たちの私たちはこの人生脚光に従って毎日を生きているってことですね。で、こういうふうな機能不全家族で育つと、どのような、えー、大人になっていくのかと。まあ、すべてがすべてそういうことと、そういうふうに育つってわけじゃないんですよ。あくまでもそういうふうに育つ傾向があるということでね、いくつか紹介させていただきます。はい、こちらが、えーまあ、アダルトチルドレンの方の特徴ですね。AC とも呼ばれていますね。アダルトチルドレンはね。 自分を主張できない。うん。思ってることを言えないってことですね。自分が感じてることを、その感じたまま表現してはいけないと思っている。で、それをやったら、やったら周りの人が傷つくんじゃないか。ね。で、自分も否定されるのが嫌だから、思ってることは言えない。常にピエロですよ。うん。常にニコニコしている状態ですね。ピエロ。ね。はい。 で自分の感情や欲求がわからない。自分が何が楽しいのかとか、何がしたいのかとか、何が欲しいのかとかわからない。だって子供の時に自分がやりたいことを聞いてもらえてなかったから、自分の感情を大切にしてもらえてなかった。自分の感情を満たすことよりも、親の期待、親の欲求を満たすことが、えー、大事とされた。それを優先されたから、だから自分の感情にね、えー、蓋をしてきて生きてきた。そういう期間が長かったんです。だからこそ、大人になっても、自分が何を求めているのか。 どううしたいいいののかかっていうのがわらないことそして三つ目、相手と自分との境界線が混乱しているということでね、やっぱ親しき中にも礼儀あるということで、ねえー、それあったら友達であったとしても、えー、パートナーであったとしてもね、えー、そのパートナーにはパートナーに置 とって、入ってきて欲しくない領域っていうか、その境界線っていうのがしっかりあるわけで、それが分かんないんです。分かんないから、友達の境界線に入って、こうした方がいいよ、ああした方がいいよとか、あなたの代わりにやってあげたよみたいな形でえ、子育てで言えば過干渉になってしまったりえ、相手の陣地にどん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 踏み入れてしまうということ、踏み込んでしまうということがあったりとかね、逆に、まあ、こっちがあなただとしたときにね、えー、友達とか上司とかパートナーがどん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 自分の陣地に入ってきたときに、えー、それを受け入れてしまう。 うん、だから、えー、あれしてほしい、これをしてほしいって、ねえー、アルコール飲ましてほしいって、お酒持ってきてほしいって,言ってで、お酒を持っていって、2とかしながらね、そうやって、まあ、アルコール依存症の、えー、パートナーを、をこうなんかあのアルコール依存症というか、まあ、アルコール依存症のことはちと忘れてください。ちょっと違う話なんで。ね、とにかく、えー、何々やって、あれやってとっていうことで、いいように扱われてしまう、なめられてしまうんですね。で、自分もなんか苦しいのに、生きづらいのに、それがダメって言えない。 うん。ダメって言ったら悪いような気がしてしまうからですね。つまりこれっていうのは自分と相手との間に境界線が引けていないってことですよね。そして三つ目。ありのままの自分でいいと思えない。ね、そのままの自分では認めてもらえなかったし、褒めてもらえなかった。100点取った時だけ、親の期待に応えた時だけ、えー、抱きしめてもらえたで。そういうことを経験しているから、頑張らないとダメなんだと。 ね、そのまんまの自分では居場所がなくなるんだ嫌われるんだと思ってしまって、えー、そのままの自分では価値があると思えないってことですねそしてこちら自分が大切な存在だと思えないこれもまさにそうですね自分という人間そのものに価値があると思えないでも何かしら世の中のために頑張った時だけ誰かの役,の役に立てた時だけ OK だと思える、ね、自分を犠牲にして頑張りすぎるこれも先ほど2つのことですねありのままの自分でいいと思えないから ね、そのままの自分で価値があると思えないから、え頑張りすぎてしまう。ね、犠牲にして、頑張りすぎる。心と体を壊す。ね、壊してもまだ大丈夫だ、ねえー。自分が頑張れば丸く収まるって言って、頑張りすぎてしまう。そして最後。自分の人生をどうしたらいいか分からない。そうですよね、えー。これまでは自分がこうしたい、ああしたいじゃなくて、周りの人が自分の人生を作ってくれたんですね。あなたのためになるよ。こっちの方がいいよ。この学校行った方がいいんじゃないここに就職した方がいいんじゃないっていうふうに、自分で考えてこなかった。 ね、自分で決めてこなかったっていうことだから大人になっても自分がこれから先どういうふうな人と付き合っていったらいいのかどこで働いたらいいのかどういうふうに生きていったらいいのかがわからないということです。どうでしょうかこれがアダルトチルドレンの方の特徴ですけれども当てはまる項目はありましたでしょうかはい ね、ここまでがアダルトチルドレンとはなんぞやっていうところですね。アダルトチルドレンっていうのは、えー、振り返ると、子供を生きられなかった大人ということで、機能不全家族で育って生きづらさを感じている人ですよね。機能不全家族っていうのはこういうことです。非合理的なルールが存在していたりとかね、えー、親、親が絶対みたいな形で、えー、家庭内のことはどこにも言えないし、そしてなんかどんよりしてるし、プライバシーが侵害されて、いわゆる親とこの間に境界線がない状態ですね。こういう境界 境界線がない状態境界線ががなないい状状態態ですよねその状態の中で、えー、自分が思ったことが言えない自分が考えた通りに行動できないそのような環境で5年10年20年育っていくと、まあ、このような生きづらさを抱えてしまうことがあるということ思ったことが言えない自分の感情がわからない相手と自分との境界線が混乱しているそのままの自分で良いと思えない自分のことを大切やなと思えないということですよねその結果 自分というものが、ここに存在しているっていう感覚がない。生きているという実感が湧かないっていうことをよく聞きます。ね。自分って本当に生きてるのかなそのうち褒められても嬉しくないんです。だから胸がドーナツだから。穴開いてる。穴。穴開いてるから、喜びが入ってきても、誰かに褒められたとしても、一番になったとしても、その瞬間だけちょっとなんか嬉しくて、スポッて抜けていくんですね。その次に訪れるのは、不安と恐怖です。次一番取れなかったら、居場所がなくなるんじゃないか。 ま、次周りの期待に応えられなかったら嫌われてしまうんじゃないかそういう不安や焦りや心配がやってくるんですねはいここまでがアダルトチルドレンの方の特徴で,すよでしたよねじゃあ次にねなぜアダルトチルドレンになってしまうのかとその原因についてね先ほどは、まあ、機能不全家族によって育つというお話をしましたけど機能不全家族によっで育つことでどのようにして生きこのような 生きづらさを抱えてしまうのかというところをね、えー、ちょっと解説したいと思います。はい。これお価値がよくする話なんですけども、まあ自分軸と他人軸っていうね、この二つをね、比較しながら紹介していくと分かりやすいので、えー、そんな感じでやっていきましょうというね。えー、自分軸と他人軸で生きる人がいますと。ね、自分、他人軸っていうのは、いわゆる親軸とも呼ばれてますよね。親の軸。で自分軸って何なのかというと、自分の 心の声に従って生きる人ですね。心の声に従って生きる人。で、他人軸というのは他人の声に従って生きる人ですよね。まあ、自分軸というのは言うなれば自立しているっていうふうにも表現できて、他人軸というのは自立してない、いわゆる依存しているっていう状態ですよね。 はい。自分の心の声っていうのをもう少し言えば、こちらはニーズと欲求に分けられますということですね。ニーズっていうのは生きるために必要なことです。ご飯を食べるとか、ね。えー、飲み物を飲むとか、暑い時にちょっとエアコンで涼しくするとかね、えー。そういうことですよね。生きるために最低限必要なものがニーズであり。欲求っていうのは自分をもっと自分らしくするために必要なことですよね。例えばマイクをちょっといいやつにするとか。 ヘッドホンもちょっといいやつにするとか、えー、こういうようなあの動画を撮影するとかね。これがお家事にとっての欲求になります。自分らしく生きるために必要なこと。これが欲求ですよね。つまり自分軸で生きる人っていうのは自分のニーズ、そして欲求を満たすための行動をしているということです。 で一方、他人軸の人っていうのは、他人の声に従って生きるということです。ね。えー、言うなれば、自分の人生の車があって、そこにハンドルがありますよね。そのハンドルを握ってんのが、何やろ、自分ではない、得体の知れない何かなんですね。自分はもうここの後部座席に座ってるようなイメージで、えー、どこかの誰かがハンドルを握っている。このどこかの誰かっていうのが、親であったり、ちょっと見えにくいな。 親であったり、そして、えっと、なんだろう、上司であったり、ママ友であったり、パートナーであったり、いわゆる世間の常識と。 言われるもの、ルールとかね。そういうものですよね。そういうものが、なんかハンドルを握っていて、この青のね、私、私が、こっちに行きたいって、こっちに行きたいって言ったとしても、いや、このハンドルを握ってるのはこの人やから、この人がこっちを行きたいっていうふうに、えー、ところに進んでいくということですね。だから自分の人生なのに、自分の人生を生きている感覚がしないというのはまさにこういうことなんですよ。自分が行きたいところに進んでいないから。ね。自分が行きたいと言っても、それが叶えられていないから。 だから自分の人生じゃないって感覚になるんですね。で、もう少し読み解いていくと、自分軸で生きている人は本当の自分で生きているんですね。本当の自分で生きていて、で他人軸で生きている人は、えー、周りから与えられる 丸々キャラでで生きてるんですね周りから与えられる。あな,あなたいい人だよねとかね、あなたいじられキャラだよねとか、天然キャラだよねとか、周りから言われるキャラクターあるわけじゃないですか。その周りの人があなたに与えたそのキャラクターをあなたは演じて生きている。これが他人軸の人の特徴です。はい。でもっと言えば、えー、自分軸で生きている,る人は、 やりたいで生きていて、他人塾で生きている人は、やるべきで生きている。ね。やりたいことはやりたいと思っているんだけど、今楽したら将来苦労するんじゃないか。ね。楽あれば苦あり。そういうのがガチャって組み込まれていて、楽をしてはいけないとか、楽しいことをやってはいけないとか、やりたいことをやってはいけないっていう風な、え時、ー、間がもう染み付いているんですね。 だから、やりたいことよりも、やるべきことを優先するということです。ここ,こまでいいでしょうか自分塾の人と他人塾の人の違いですよね。自分塾で生きている人は、自分の心の声に従って生きていて、えー、本当の自分で生きていて、えー、やりたい自分で、 やりたいことをやっているということで、他人軸で生きている人は、他人の声に従っていて、まるキャラでいて生きていて、やるべきことをやっていると。まあ、やるべきことをやることがいいとか悪いとか、そういう話じゃないですよ。えー、他人軸で生き,るき生きることが悪いって言ってるわけじゃないんです。あくまでもそのい違いということで解説しています。ではね、えー、この自分軸で生きている人が、まあど、どのようにして自分軸が,が作られていくのかと。 自分軸が作られていくそのメカニズムをね、えー、簡単に紹介したいと思います。幼少期に遡ってね。はい。で、まずはね、自分軸で生きる人、生きてる人っていうのは、とにかく、もっと言えばね、あの、わかりやすく言えば、感じる、考える、行動する。このね、三つ、この三つの要素がね、 一つの軸になってるんですねで。これが連動してるんですよ。これが自分軸できてる人の特徴です。はい。まずは感じる。ここがね、出発点なんですね。感じるっていうのは、自分の感覚であったり、感情ですよね。こんなことやったら面白いんじゃないかと。ねえー、家から学校まで、例えば、じゃあ、影を踏んで、影を踏んで、そのまま家に帰るとか、黄色のものだけを踏んで家を帰るとかね。ランドセルをちょっと逆、逆に 背,背中に背負うんじゃなくて、前にやったらどうなるんだろうみたいな。なんかこんなことやってみたいとか面白そうとか、なんかこういうことやしたいなっていう、もっと知りたいなって思う、そういう興味とか、関心とか好奇心。で、自分の中の感情ですよね。それをまず自分が感じるということですね。えー、心の中にアンテナがあって、自分がそれを、そのセンサーをビビビって感じる。 ここがまず出発点ですよね。丸1としましょう。で、丸2がね、考えるってことですよね。その感じたこと、うん、どうやったらもっと面白くなるのかなとか、どうやったらバスケットボールもっとシュート入るようになるのかなとかね。そういうふうに自分が感じたこと、その興味あることを調べてみるとかね。楽しそうやなと思ったことをやってみるとか、やってみるま、そのやってみる前の、どうやったらいいんだろうって考えるっていうフェーズですね。うん。それを、ま、そこがまず2つ目ですね。作戦を練るってことですね。どうやったらいいんだろうって考えるってことね。 感じたことをねで3つ目、そして考えたその作戦を実行するということ、やってみるということ、行動する、そして,よそ,してそれを繰り返し、継続して習慣にしていくということですよね。そしてそれをやってみることで、あこういうふうにシュートを打ったら、シュートが入るのか。 あこれ逆にこういうふうにパスしたら変な方向に飛ぶんやな。次はもう少しちょっと左側を意識してパスしてみようとかね。そういうふうに、なんだろうな。実際にやってみるフェーズですよね。自分が感じたこと、そしてそれを考えて、その作戦を実行してみる。そしてそれを実行したらどうなるそうです。実行したら何らかの反応が返ってくるよね。何らかの反応が返ってきたら。 じゃあ次はどうしたらいいんだろうってねその、その反応を感じて、反応を感じて、また次どうしたらいいんだろうって考えて行動する。行動したら何らかの反応が返ってくる。で、それが他者からの反応かもしれないし、あ、自分がシュート入った入ってないっていう、その自分が目で確認できる反応かもしれないし、そういうのをとにかく感じて考える行動する。これをね、何度も何度も繰り返していくことで、自分の中の軸がね、太くなっていくんですよ。これ太くなっていく。ね。これ太くなっていって、これが いわゆる自分軸なんですね。この真ん中にあるのが、これが自分軸であり、これがその人の個性になり、アイデンティティになっていくっていうことですね。人格になっていくっていうことですね。つまり自分軸で生きている人っていうのは、いわゆる感じる、考える、行動するっていうのが、一つの軸につながっている。感じるを出発点に、そしてそれを考えて、 行動する。そして行動したことをまた感じて考える行動する。こうやって、こういうことを、こういう試行錯誤であったり、PDCA、プラン、ドゥ、チェック、アクション、計画、行動、分析、 改善する。それを、そのサイクルをぐるん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 回していくんですね。回していくからこそ、自分がやりたいことをどん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 実現していくんですね。一つ一つ実現していくと。成長するし、やりたいことを実現していくというような生き方になってきます。これが自分軸で生きている人ですね。 はい。で、じゃあ、他人塾で生きてる、他人塾になってる人。これ、大人になってね。大人になって他人塾な人っていうのは、幼少期どうだったのかっていうことを言うと、ね。えーっと、まずね、感じる、考える、行動するが、とてもとてもちっちゃいんです。ね。大人になった時、めっちゃちっちゃいんです。感じる、考える、行動するがちっちゃくて。で、しかも、ここのね、感じると考えるの間にね、大きな大きな壁がね、壁がね、 あるんですよだから自分が何が感じているかかわらな,いで,す、ね、で,なんでこういう風になったのかというとまさにその機能不全家族で育ったからですね大きな原因はねと周りの大人,大人がこうした方がいいよああした方がいいよっていう風に指示したり命令を出したり叱責をしたり褒めたりするそうやったらいいよってよかったねってでそういうことを 毎日毎日ね、えー、そういう刺激、そういう言葉がけ、そういう圧力を受けているから、自分で考えなくなった。うん、自分で考えなくても、周りの人がね、こうしたらいいよって言ってくれるから。逆にそれをやらなかったら怒られてしまうから、自分で考えるんじゃなくて、周りの人が考えてくれる。自分のことね。そして、えー、あなたのためにこうやっといたよっていうふうに、周りの人がやってくれる。ね、周りの人がやってくれるであったり、まあ自分がやるにしても、言われたことをやる。 ということでね、考える力、考える機会が育たないし、行動する機会もそ、力も育たない。これすごく大事なんですよ。考える機会がない。行動する機会がなかったら、考える力も、行動する力も育たないってことです。これ、use it or lose it っていうね、えー、格言があるんですけれども、いわゆる use、使わなければ、lose 失うんですよね。これは人間の全ての能力において言えることです。人間の筋肉もそうですよね。 筋肉もそう。ね。体の仕組みもそうなんです。使わなければ、どん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 失われていって、逆に使う方にエネルギーが持っていかれるということなんですね。だから、幼少期に考える機会と行動する機会がなかったら、自分で考える力は育たないし、自分で決めたことを行動する、そういう力がね、育まれていかないってことなんです。だから、こうやってね、感じる力と行動する力が育っていないってことなんですね。大人になってね、他人塾の人はね。 そしてもう一つ言いました。この感じると考えるの間に大きな壁がある。これもまさにそうですね。幼少期の時に泣いてはいけませんとかね。えー、お兄ちゃんなんだからしっかりしなさいとかね。えー、いつもニコニコしなさいとか。ね、イライラしてはいけませんとか。で、えー、そんなもん我慢しなさいとか。うち貧乏なんだから。みたいな形でね。自分の気持ちを抑圧された。自分の感情を表現すると怒られた。叱られた。そういう経験をすれば、 思っていることを言ってはいけないんだ。感じたまま感じてはいけないんだ。この感情を出してしまうと、周りの人に、そして親に嫌われてしまうんだ。そういうふうに学習した子供は、自分の感情を深い深い心の底に閉じ込めてしまうんですね。で、蓋をしてしまうんですね。だからこそ、自分の感情がわからないです。閉じ込めてしまっているから。自分が何がやりたいのか、何が楽しいのか。 どう生きていったらいいのか、誰と過ごしていきたいのか、それが分からないんですよ。はいね、それは幼少期に自分の感情を抑圧されたから、ね、先ほどお話した機能不全家族、ね、言いたいことを言ってはいけない、自分の気持ちよりも家族の気持ち、親の期待に応えることが優先された、そのような経験をしていると、自分の感情が分からなくなり、その出発点が感情ではなくて、周りのここ。 周りの指示であったり、周りの期待に応えるっていうところを出発点に進んでいく。先ほどの自分軸の人は、こちらが出発点でしたね。自分が感じるっていうところ、つまり心の中にアンテナがあった状態だったけど、えー、その感じる出発点に考える行動をしていた。これが自分軸できる人。だけど他人軸できる人は、自分の中にアンテナなくて、自分の外側に常にアンテナを立てて、周りの人はどう、どう思ってるのかなって、 こんなことを言ったら不快にならないのかなって常に常に周りの人の顔色を伺ってしまって周りの人に対に答えるそれが中心の生き方になるだから他人の声に従って生きるようになり先ほど紹介したこの車左側の車ですね自分ではない誰かが運転しているというのはまさにこういうことなんですねはいこういうことねなんとなく分かりましたかね自分軸で生きる人と他人軸で生きる人その違いですよねえー、自分軸で生きる人は 感じるを出発点に考える行動する。感じる考える行動する。これが一本の軸につながって生きているということ。で、他人軸で生きている人は自分が何を感じているかわかんないから、周りの人が感じていることを期待であったり、指示であったり、欲求を満たす。そういうことを第一優先に、そこを出発点に行動する。 ね。で、しかも自分で考えるんじゃなくて、周りの人がこうやったらいいよっていうふうに言うわけだから、自分で考える力が育たない。だから、あなたはどう思いますかって聞かれても、ドキッてするんですね。自分の中に意見がないから。ね。どうしたいですかって言われたら一番困るんですよ。ね。これが他人軸の人の特徴ですね。はい。ここまでよろしいでしょうか。これ、この図で何を紹介しているかというと、アダルト中毒になってしまう原因ですよね。まあ、こちら。 えー、他人軸っていうのを AC、アダルトチュードレーント置いたときに、なぜアダルトチュードレンになってしまうかというと、周りの人、特に機能不全家族ね、ね、身近なところで言って親ですよね。親が、ああしなさい、こうしなさいと、子供にね、えー、子供のプライバシーであったり、子供の気持ちを無視して、子,子供のために良かれと思って言ってる、そういうこともあるんですよ。うん。だけど、子供の気持ちを抑圧した状態で、外側から圧力をかける。 それによって、ね、自分の心を閉ざしてしまい、そして、考える機会と行動する機会がなくなってるから、考える力、行動する力が育たず、ね、自分で、自分がやりたいことではなく、やるべきことで生きてしまい、ね、自分が何を求めているかが分からず、他人の声に従って生きてしまう。これが、アダルトチルドレンになってしまう、いわゆる他人軸、親軸になってしまう原因ですよね。はい、原因。はい、ここまでよろしいでしょうか。 このようにして、ね、親から与えられた、親からす,すり込まれたというか、埋め込まれたというか、そういう、こうしなければいけないというルール、そして人生脚本がガチャって。 頭の中に自分の無意識の潜在意識の深い深いところに埋め込まれていくんですよね。こうしなければいけないって親から言われたことその外側から圧力をかけられたこういうメッセージですね。だってこれが、ね、正しいってだって自分の家しか見てないわけだから他の家庭見てないから親が言われたことが正しいって思ってしまっても仕方ないんですね。で親に嫌われたら生きて生きていけなかったから。 だからそういうふうに親に言われたことが、これが世の中で生きるためのルールなんだという形でね、えー、組み込まれていく。で、ここの部分が人生脚本ですね。これが人生脚本。ね、人生脚本書けないけど、人生脚本ね。で、人生脚本って何なのかっていうのをもう少し、えー、踏み込んで紹介していくと、はい、人生脚本っていうのは、0から6歳までの親子関係によって身につけた信念や考え方と。 親に見捨てられないための生存戦略ね。親に嫌われないために、親に愛されるための生存戦略ね。人と付き合う時のマナーであったり、家族とのコミュニケーション付き合い方、人間関係の作り方、そしてコミュニケーションのパターンですよね。いじられキャラにするとか思っていることを言うとか、なんだろう、あの、思っていることを言わないとかね。そういう人付き合いのパターンですよね。あと、何が正しくて何が間違っているのかっていう善悪の判断であったり、自分にとっての幸せは何なのか。 ね、いい会社で就職することが幸せであるとかね、親孝行することが幸せであるとか、いろんな幸福論を親との関係性によって身につけていくということなんですね。それでそれで、あの、この人生脚婚の中にはね、自分を幸せにするルールもあれば、自分を不幸にするルールもありますよってことですね。はい。自分を生きやすくするルール。ね、自分を生きやすくするルールもあれば、自分を生きづらくするルールもあるということなんです。 で今人、今の人生脚本に従っていて幸せであったり心が楽であったり別に何も問題ないんであればそのままで OK ですよ。ねえー、今の状態でこのままの人生で OK と思,える思うんだったら人生脚本を書き換えなくてもいいんです。だけれども今の状態が生きづらい苦しいなんか毎日ぱっとしない親子関係も悪いし、ねえー、なんかもうイライラしているモヤモヤしている。 ね。このこれから、これからの人生はこれまでの人生とは違う道を歩んでいきたいと思ってるんやったら人生脚本を変えることが大事なんですよ。で、何を変えるのか。シンプルですよね。自分の中に幸せにするルールもあれば不幸せにするルールがある、この人生脚本の中にね。で、こちらの不幸せにするルールを変えていったらいいんですよ。ね。不幸せにするルールの中には、 まあ、間違ったルールとも表現していますけど、例えばこういうものがありますよね。完璧にしないといけない。途中でやめてはいけない。助けを求めてはいけない。本音を言ってはいけない。我慢しなければいけない。自分を優先してはいけない。悲しい顔をしてはいけない。人に迷惑をかけてはいけない。自分だけ楽しんではいけない。人の役に立たなければいけない。こちらはね、典型的な間違ったルール。つまり、自分を苦しくする。そして、自分だけじゃない。自分の大切な人も追い詰めてしまう。そういうルールですよね。だって、自分にとってこれは当たり前の ルルールだから自分の大切な人、例えば自分の子供であったり、えー、自分の同僚、友人であったりね、パートナーであったり、そういう人にもこういうことを押し付けてしまうんですね。ね完璧にしなさいって一度やるって言ったんだったら、習い事最後まで続けなさいとかね,ね、えー、思ったこと言ったら、本音を言ってはいけないとかね、我慢しなさいとか、あんただけ自由に生きてずるいみたいな形で、このようなルールを周りの人にも押し付けてしまう。だから自分も周りも。 苦しくなっていくんです。見えない草居で縛られるから、重くなっていくんですね。はい、ここまでよろしいでしょうか。 ね、ここの前半部分ではね、アダルトチルドレンとは何か、アダルトチルドレンになってしまう原因、ね、この自分塾、他人塾について解説し、その他人塾の人は、親に言われたこと、親との関わりによってね、この人生脚本を身につけていくということですよね。で、人生脚本っていうのは、親に見捨てられないための生存戦略であり、その中には幸せにするルールもあれば、不幸せにするルールもある。不幸せにするルールとしては、典型的なルールとしてこの10個ありますよ、ということですよね。 例えば、お価値の中でも一番強かったのは、これ、本音を言ってはいけないってことは強かったね。思ってることを言ってはいけない。つまり、思ったことを言ったら、喧嘩になって、対立してしまうし、雰囲気が悪くなる。だから、それだったら、思ったことを我慢して、いい雰囲気を作る。いい雰囲気を作らなければいけないっていうのもあった同時に。だから、ずっとピエロでしたよ。うん。ピエロ。だから、怒るっていう感情もなかった。泣くっていう感情もなかった。常に笑ってたニコニコした何をされてもね。いじめられても、靴隠されても。 みんなからバカにされても。<laughs> そうでした。そういう状態でしたよ。苦しかったよ。それは。ね、はい。ということで、ここまではよろしいでしょうか。それではいよいよ最後のセクションです。アダルトチルドレンを克服する方法について解説していきたいと思います。ここからが本番です。ここからが本番ね。ここから最後まで聞いてください。はい。3つのステップがありますということです。すごくシンプルです。 人生脚本を知るつまり言語化するということ。そして人生脚本を作る。そして それを習慣化していくということですよね。これまさにおかがやっている生き方プロジェクト。その生き方プロジェクト60日間でね、えー、やってるプロジェクトがあるんですね。そのプロジェクトでやってること、この生き方を作るプロジェクトで実践していることをね、今日はここで解説していきたいと思います。この生き方プロジェクトはね、60日間という時間で5回のマンツーマンセッションの中でね、自分が心から納得できる生き方とか、働き方とか、子育てを作る。 そういうようなオリジナルのセッションでございます。はい。これを一つ一つ解説していくということで、まずはね、人生脚本を知るということです。これすごく大事なんですね。で、僕たち、私たちは人生脚本に従って、えー、子育てして、働いていて、毎日を生きている。人と関わっているんですね。つまり、その人生脚本がわからないことには、人生脚本を変えることができないんですよ。ね。できないです。で、この人生脚本っていうのが、無意識にガチャッ って組み込まれているものだから自分にとって当たり前になってるんですね、うん、息を吸って吐くみたいな意識しなくてもできるわけじゃないですか車の運転ももしかしたらそうかもしれないね。最初は意識してあここをこうやってここをこうしてサイドミラー見てみたいな最初は意識してやらなあかんかったけどそれを何度も何度も練習して実践して運転していけばね意識しなくても運転できる横の人と話していても運転できるようになってますよねこれ無意識なんですよ で僕たちの人生脚本もそうで、幼少期に作られて、そこから5年、10年、20年ずっとずっと実践して行動してやってきたわけだから、もう考えなくても当たり前のようにできてしまうんですね。当たり前のようにできているから、自分にとってまさに当たり前だから疑わないんですよ。それってほんまなんて疑わないんですよ。疑わないんですよ、ね。なので、だから自分自身がこれがおかしいっていうのは気づかないんですよ。 だって人、人にね、人の頼みを断ることはダメなことであるとかね、安定した仕事に就くことは当たり前でしょってなってるんですよ。別に安定した仕事に就くことは当たり前じゃないし、ね、人の頼み事を断ってもいいわけじゃないですか。でも自分にとってそれが当たり前だから、これをね、本当にそうなのかなって考えないんですよ。だから自分の人生脚本がわからないんです。当たり前だから。だからステップ1。これは人生脚本を言語化せよ。知るということなんです。 ね、これどうやったら人生脚本がわかるのかこれシンプルにモヤモヤであったりイライラを言語化することこれなんですよモヤモヤとイライラを言語化することこれによって自分がどういう人生脚本に従っているかがわかるということですねつまりモヤモヤとかイライラっていうのはねもうシンプルに言えば自分の中にあるルール、ね、ルールが裏切られた時に現実ねそれが叶わなかった時にイライラとか もやもやが出てくるんですよね。うん。例えば、ね、お価値で言ったら、時間通りに来る。時間通りに来るべき。え、ね、だから遅刻してはいけないってことですね。それが、自分の中にルールがある。これが自分の中に大切にしている価値観であったり、それが当たり前だと思ってる。遅刻してはいけない。お価値の中では当たり前なんです。なのに、ね、えー、例えば誰かが遅刻してくる。子供が遅刻してきたりとかね、えー、受講生が期日に間に合わない。期日に間に合わない。間に合わなかった。っていうことがあると、 イライラするんですね。だって自分の中の当たり前、当たり前が裏切られた。この理想、理想であったり、ルールであったり、この理想と現実のギャップ、これがもやもややイライラなんですね。つまり、あなたがもやもやしたとき、なんか違和感を持ったとき、そして誰かにイライラしたとき、自分に対してでもいいですよ。そのときには、何らかのルールがひょっこり顔を出しているんですね。 こうあるべきってことですよ。こうあるべきが顔を出している。このこうあるべきが人生脚本ですよね。自分にとって当たり前。無意識に出てくること。ね。はい。で、この人生脚本を知る。だから、いないラなとか、もやもやが出てきたときに、ね、じゃあ私は何を願っているんだとか、何にもやもやしているんだろうっていうことを、あのー、立ち止まって、神に書いていけば、自分がどういうルールに従って生きているのか、何を大事にしているのかが、 わかりますということです。これがまずステップ1です。1ですね。ステップ1。ね、もやもやを言語化せよということですね。で、ここからステップ2に移りますということね。で、ステップ2に移る前に、まず潜在意識と潜在意識のメカニズムの話しときましょうかね。えじゃあ、こっちが、まあ、仮に潜在意識にしときましょうかね。 で、これ、どちらが、じゃあ、健在意識としたときに、健在意識っていうのはね、自分が意識してること。な、意識してることって、じゃおかちが今こんなことを話そうとかね、じゃあ今手を上に上げようって、これ、意識してること、意識してできることだよね。うん、意識してできること。これが、健在意識ね。で、潜在意識っていうのは、もう、自分がコントロールできないこと。 うん、意識しなくてもできること。さっきも言ったけど、呼吸をするっていうのもそうだし、心臓を動かすっていうのもそうだし、なんかわからんけど、決まった時間に起きてしまうんだよね、とか、なんかわからんけど、子供が勉強してないの見たら、勉強しなさいって言ってしまうとかね。ね。人が遅刻をし,してるのを見ると、なんか、なんかこう、イライラしてガミガミ叱ってしまうとか。なんか、自分がコントロールしてない。つまり、頭ではダメだと思ってるんだけど、やってしまうこともここに入るよね。無意識でやってしまうことね。こちらが、 潜在意識。で、潜在意識では意識してやってること。で、ここはクイ,ここからクイズなんですけど、クイズというか、まあ問題なんですけども、あなたの行動を決めている、つまり人間の行動を決めている、その割合は潜在意識と潜在意識、どちらが大きいと思いますかうん。あなたが物事を決める、ね。行動する。何か意思決定をする。 どんな声がけをするかとかね、そういうことも含めて、何か行動するときに決めているのは、この潜在意識と潜在意識、どちらの方が強く影響を受けていると思いますはい、もう正解言いますね。正解は潜在意識。で、その割合が95%。まあ、いろんな報告があるけれども、まあ、95%、5%というふうに言われています。つまり、つまりね、ほとんど、人間の行動のほとんどは、この潜在意識が決めている。習慣が決めているんですよね。 無意識がやってる習慣ですよねだから頭ではダメってこ、頭ではダメって思ってることは、こ意識してることじゃないですか。うん、おやつ食べんとこうとか、ね、じゃあはや早起きしようとか思ってること、こうですよね。明日は早起きするぞとかね。おやつ食べへんとくと思ってる。でも、ねえー、起きれないとかね。起きれないとか、食べてまうっていうところ。これが無意識ですよね。そうどれだけ 強く意識したとしても、それはたかが5%の力なんで、あのー、自分の潜在意識が食べたいっていうことであったり、もう少し寝ていたいっていうことであれば、そちらが優先されるんですね。つまり頭ではどれだけダメと思っていてもやってしまうっていうのは、この無意識、無意識の影響が強いからなんですよ。ね。ね、先ほどの話に戻りますと、この人生脚本っていうのはまさにこの無意識の中に入っている。 ね、無意識の中に入っている、こうあるべきとか、こうしないといけないっていうルールなんですね。はい。で、ここからステップ2の話なんですよ。ステップ2の話なんですけど、えー、こうやってね、自分の中ね、いやイライラした時、もやもやした時に、こうあるべきっていうのが出てくるわけじゃないですか。さっきの話だったら、時間通りに来るべきとかね、えー、と、本音を言ってはいけないと、本音はダメとかね、えー、努力しないとダメとか、努力すべきとかね、いろんな考えがあるわけじゃないですか。 それが出てきたときに、それが出てきたときに、ね、それを言葉にするんですね。言語化する。言語化する。もやもやが出たときにそれを言語化する。言語化すれば、この無意識にあった、無意識にあったね、えー、この人生脚本がこっち。潜在意識から健在意識に変わるんですよ。だって言葉にしてるってことは自分で意識してるってことだから。ガチャって組み込まれたその、その人生脚本がひょっこり顔を出して、それが見えるようになるんですよ。 見えるようになれば、そのね、えー、こうすべきっていう、こうすべきっていうのは自分の考えがあるんですね。こうすべき。このこと、ようやく会話ができるんですね。これが自己対話ですよね。自己対話。自分の中で努力すべきだと思っている。こいつが努力すべきって言ってるんですね。で、努力すべきって言ってる自分に、じゃあ、努力をするべきっていうのは、その理由は何なのとか、何がそうさせてるのとか、何から僕を守ろうとしてくれてるのっていうふうに、このね、努力すべき。 〇〇すべきって言ってる自分とお話ができるんですね。自己対話。この自己対話する仕組みえやり方については、おかっちの動画で、過去の動画でね、グリーフワークっていう題名でね、紹介しているので、そちらをがっつり見てください。ね、自己対話する方法を、自分がこう納得できる対話をするための方法がわかります。はい。で、そういうふうにもやもやイライラした時に、それを言語化することで、潜在意識から潜在意識に、えー、人生脚本が 移動する。で、自分の中に思っている、この努力すべきとか、〇〇すべきって言ってる、この〇〇ちゃん。この〇〇ちゃんがね、ひょっこり顔を出すんですよ。そうすれば、このこと対話できるんですね。つまり、あなたが、ね、えー、努力すべきだと思っていること、時間通りにすべきだと思っていること、そこには理由があるんですよ。その理由を否定せずに聞くんですね。否定したらダメですよ。努力すべきだと思ってる。いや、努力せんでいいよ。休みたいとき休んだらいいやん。休ん、休みたいとき休むっていうことでね、このこっちの、こっちの、え、 圧力でこの子を、この子をね、閉じ込めるんじゃないですよ。閉じ込められないんですよ。この子は自分の一部なんで、この子の声を努力、努力なんかせんでいいっていう風に閉じ込めてしまうと、絶対この子は、後々ブレーキを踏むことになる、ね。ブレーキを踏むことになるから、閉じ込めるんじゃなくて、努力すべきとか、まるしないといけないまるすべき、完璧にすべきとか、人の、人の気持ちを優先しないといけないとか、そういうべきに対して、その理由、なんでそう思ってるのとか、何から、 自分を守ろうとしているの。この言葉がいいですね。何から自分を守ろうとしてるはい。そのように取りかけて、それをしっかりと聞き出してください。この子の気持ちを、この子の本心を聞いてあげる。ここが大事なんですよ。で、この子の気持ちをね、聞いた上で、聞いた上でね、あ、そこうこうこういうことから守ろうとしてるんだね,ってね、えー。嫌われることから守ろう、嫌われないようにしてるんだねとか、居場所を作ろうとしてくれてるんだねとか。 周りの人にね、えー、褒められるためにやってるんだねとか、そういうことを聞いてあげる。それを聞いた上で、ね、あなたの、なんだろ健在意識、あの意識している自分があるわけでしょもう一つの自分。自分の中では本当はこうしたいなってこと。本当は、例えばね、えー、自分のこと、自分らしく生きたいとかね、えー、さっきの食べ物の話やったら、えー、なんだろうな、早起き、食べ物茶を、ダイエットしたいとかね、痩せたい、ダイエットしたいとか、 早起きしたいって言ってる自分がいるわけじゃないですか。その意識している自分と、この潜在意識にいる自分のが対話する。一緒に対話するんですね。うん、対話。えっ、ー、と、だからこの、な、えー、潜在意識に思ってる自分は何から守ろうとしてるっていその本当の気持ちがあって、今自分の中で意識している自分の中にも本当の気持ちがあるわけじゃないですか。その気持ち、本当の気持ちを決めて、お互いが、お二人が納得できるゴールを作るんですよ。 で、そこに向かってどうしたらいいのかっていうのを納得した話し合いで作っていく。ステップ1、ステップ2、ステップ3。1、2、3、4、5、6、なんて作っていくんですね。そうすることで新しい人生脚本が、新しい生き方ができていくってことです。で、この対応しなかったらどうなるのかというとね、今あなたがここ、今あなたがここにいたとしたら、ね、これまで。 これまでの生き方、これまでのルール、これまでの考え方に従って、よってあなたは今作られてきたということですね。今のあなたは、これまでの人生脚光によって作られた価値観、ルールによってできているんですね。うん。これまでの習慣があなたを作ってると言っても過言ではないということですね。で、その習慣っていうのは、人生脚光に従った習慣ですよね。 で、その習慣、人生脚本を変えなければ、今の習慣を変えなければ、これまで通りの人生が未来にもやってくるということね。で、これで別に、あの、問題ないって言うんったら、何も、OK、も変えなくていいですよ。生きづらくなくて、えー、これからの人生もこのままでいいんだと思えば、何も変える必要はありません。だけど、それが嫌だって言うんだったら、自分の中にいる、このもう一人の自分、潜在意識に眠ってるんです。ね、眠ってる自分としっかり対話する。 その子の気持ちを聞いてあげる。何から守ろうとしているのか。そして今、自分ははっきり意識している中では、自分らしく生きたいとか、自由に生きたいとか、言いたいことを言いたい、言いたい、本音で生きたい、死ぬときにはやり残したことがない、もう最高の人生だったって言えるような生き方をしていきたいと思っているもう一人の自分がいるわけでしょ。その自分と潜在意識に眠っている自分がしっかり対話をして、ね、どういう人生を歩んでいくのかって、お互いが納得いくゴール、ビジョンとも言いますが、それを作って、じゃそのゴールに行くためにどうしたらいいのかっていうことを、 考えていって、それを実行していく、行動していく。そうすることで、それが、報道が習慣になるよねで。習慣っていうのはどうですか何も考えなくても、無意識でできてしまうこと、それが習慣ですよね。そう。なので、自分がこういうふうにしたいっていう新しい人生脚本を行動して実践していくことで、えー、あね、はじめは意識しないとあかんよ。 意識しないとあかん車の運転と一緒。でもそれを繰り返していけば考えなくてもできるようになる。つまりそれが無意識の領域。こちらに無意識の領域にガチャって組み込まれていて、新しい人生脚本が作られていく。新しい人生脚本がガチャって組み込まれていくと、何も考えなくても意識しなくても自然体で自分らしく人と関われるようになるということなんですね。はい。よろしいですかこれが人生脚本を書き換える方法です。ステップ1。 自分がモヤモヤしたとき、イライラしたときに立ち止まって、えー、言語化するということ。なぜなら、モヤモヤイライラっていうのは、自分の理想が、えー、裏切られたとき、理想と現実のギャップ、自分のルールが裏切られたときに、イライラする、モヤモヤするんだということだから、そのときに、何に対して私はイライラしてるんだろう、何にモヤモヤしてるんだろうという言葉にすれば、自分の今した、今自分の中にある人生脚本がわかります。 それをまず言語化する。ね。これ言語化。これすごく大事にしてますね。おかちの講座の中でね。言語化する。そして言葉にしたことをさらにね、物語にしていくんですね。物語にしていく。ね。これまた後で話しますけども。それにまず言語化する。言語化すると、自分の中にあるこうすべき、ああすべきってまるまるちゃんが見えてくる。ね。その子は何から自分を守ろうとしてるんだろうっていうその子の気持ち。気持ちをしっかり聞いてあげる。その上で、 今、意識している自分では、こういうふうに生きていきたいとか、こういうふうにしたいっていう自分の気持ちもあるわけじゃないですか。で、これね、これが〇〇ちゃん。〇〇ちゃんがいるわけで、こっちも〇〇ちゃんがいるわけで、このお互いの〇〇ちゃんが納得できるゴールを作っていくということですよね。あ、なんか変なんだった。これなんだ。ノートはい。まあいいや。はい。作っていくってことですね。これどうやって変えるのこうか。 はい。作っていくってこと。ね。これ、納得いく話し合いをして、お互いが納得できるこのゴールとかビジョンを作っていく。で、そのビジョンができたら、そのビジョンをね、物語にする。ここで物語で,で出てきましたね。私たちは、こういう人生を歩んでいきたい。私たちっていうのは、潜在意識にいる〇〇ちゃんと、今意識してる〇〇ちゃんですよね。我々は、こういうゴール、こういう生き方をしていきたい。こういうふうに人と関わっていきたいし、こういう働き方をしたいし、こういう暮らし方をしたいんだって、これを少なくとも、10分、 語れるようにする。これが物語にしていくってことでね。なんとなく自由に行きたいとか幸せに行きたいだけじゃなく、それをね、物語にはっきりしていくな。物語にすることでそのイメージがね、より鮮明になっていくんですよ。で、その物語にしたことを、それをやるためにどうしたらいいのかっていうはしごをつけて、それを一つ一つ習慣化、実行していけばね、それが映像になっていくんですね。映画化されるんですよ。で、映画にされると、僕たち、私たちは忘れないんですよ。言葉だったら忘れるんですよ。 例えば、タイタニックって映画見ました見たよねで、タイタニックの映画、どんなセリフだったかっていうのを、あの、2時間半、一言一句は覚えてないよねどんなセリフだったかっていうの覚えてないよねだけれども、ね、ところどころ、真を想像してくださいって言われたら、なんか記憶に残ってることありませんね、恋敵に命が狙われるとかね、えー、嵐の時に誰、あの、なんか演奏してるとかね、 あの、船が真っ二つに割れて、割れて、ジャックが氷の海に沈んでいくシーンとかね。なんか所々ね、イメージできますよね。それっていうのは、なぜ覚えてるかというと、映像になってるからなんですよ。ね、言葉だけだったら忘れてしまうけど、映像になれば忘れないんです。 なので、僕の講座では、まずは言語化し、それを物語として語り、それを行動して習慣化することにそれを映像化して、ガチャって無意識に新しい人生脚本をすり込んでいく。こういうことを60日間でやっていく。これがね、生き方プロジェクトなんですね。生き方プロジェクトね。はい。なんとなくわかりましたでしょうかこれが人生脚本を書き換える仕組みということです。で、どういうふうな、えー、ビジョンを描いていくのかというのはこういうことですよね。はい。 ね、これがオカチのビジョンなんですけどもあ、ビジョンマップとも呼んでますこ。これをね、生き方プロジェクトで作っていきますということです。こちら右側の図を見ていただいたらいいと思うんですけど、まずはね、いろんな、世の中にはいろんな生き方であったり、いろんな山があるよね。その中で自分はどの山に登るのかっていうのを明確にする。ね、それをそして言葉にしていく。で、オカチで言えば、泣けるぐらい本気で熱くなる人生を送りたいということなんですよ。泣きたいんです。自分の人生に心から感動したいんです。 自分がこれやっていうものを見つけて、それを本気で取り組み、本気で変わりたい人に対して、本気でメッセージを届け、泣きたいんです。これが僕の人生。人生のビジョンです。ゴールです。そのためにどうしたらいいのかっていうと、 まあ、ライフスキル教育で社会にはびこる見えない鎖。これ今日言った人生脚本ですよ。こうしないといけない、ああしないといけない。それを緩めて、自分を生かして生きられる人を増やす、ね。自分を殺す生き方じゃなく、自分の得意や才能を生かす、そういう生き方をできる人を増やしていきたい。 そのための価値観。これがね、迷った時のコンパスですよね。コンテンツを作る、コミュニティを育てる、自分を深める、体を整える。じゃあそのために具体的に何をするのか。これが習慣化すべきことですね。週2本動画を作る、月20冊読書する、夜9時前に眠る。こういう下,下のね、これ7ルール、7つのルールね。これを実行していくことで、ちょっとずつこう、道を、道をね、進んでいき、自分のビジョンに近づいていくっていうことですよね。これぐらい、はっきり、明確にすることが大事なんですよ。 自分のビジョン。ね、言葉にして、物語にして語っていくこと。なぜなら、言葉にしないと不安になるからなんです。はい。で、多くの方っていうのは、おかっちのところに訪れる方っていうのは、まさに解像度が低い状態なんですね。で、おかっちのプロジェクトの中で、この解像度が低い状態から解像度が高い状態にしていく。これが大きなミッションなんです。 はい。解像度が低いとどうなるかというと、解像度が低いというのはぼんやりしているところね。低いとどうなるかというと、なんとなく、なんか幸せに行きたいなっていうね。 なんとなくそう思うんだけど、じゃあ、それを、その、そのためにね、ど、どれを、ど、何をしたらいいかわからない。どっちに行ってもなんか失敗しそうで、間違いそうで、怪我をしそうで、なんかもやがかかっていて、何をしたらいいかわからないっていう状態なんですね。どっちのみ、何をしてても不安になるってこと。だからこそ、周りの人がね、こっちがいいよって言ったことに対して、あ、そっちなのかと思って進んでしまうんですね。で、こっち進むと、この人がね、いいよいいよとか、いいねとか言ってくれるんですよ。 褒めてくれ。だからこそ安心して進めるんですね。でも見てください。自分のゴールはこの上なのに、全然違うとこ進んでますよね。で、なんか違うなと思って。で、またどうしたらいいんだろうと思ったら、周りの人がこっちだよって言ったら、そっちに進んでしまう。こういうことをね、繰り返してしまうんですよ。他人塾できている人。ね。それはなぜかというと、一言で言うと、解像度が低いから。ぼんやりしてるからなんですよ。自分がどう行きたいのかが明確じゃないからなんですよ。ね。つまり旅行で言えばね、海外に行きたいと言ってるようなもんです。 ね、私は今、じゃあ、和歌山にいます。和歌山にいて、海外に行きたい。いや、海外ってどこえ幸せになりたいってどういうこと海外ってイギリスインドアフリカどこなのわかんないですよ。行き先が明確じゃないから、どう、どの道を選んだらいいかわかんない。ねだって、インドに行く方法と、オーストラリアに行く方法、全然違うやん。違うやん。ねつまり、どこに行きたいのかがピンポイントで明確じゃないと、何をしたらいいかがわかんないですよ。 だけど多くの人はどう生きたいかじゃなくて何をしたらいいんだろう何をしたらいいんだろうってやりたいことは何だろうってここのねやりたいこと探しをしてるんです大事なことはやりたいことを探す前にどこに行きたいのかを明確にせよってことなの。はい。なのでこの生き方プロジェクトを60日でやることっていうのはこの解像度が低い状態を解像度が高い状態にする。ね。幸せに行きたいって言うんだったらそれ幸せってどういうことっていうのを10分語れるぐらいはっきり明確にするってこと。 このように、この、このね、絵に描かれているぐらいは,はっきりさせる。海外に行きたいんじゃなくて、サンフランシスコに行きたいって、明確にする。行き先が明確になるから、そのためにどうしたらいいのかっていうことが、こちらのね、先ほどご紹介した、こっちらの絵のように、明確になるんです。明確になるから、じゃあ、まず1やって、2やって、3やって、5やって、6やって、7やったら、ここに行くなっていう、確信してるから、横の人がこっちやでって言うても、いや、あなたは、 あなたはインドに行きたいんだよね。インドに行きたいならそっちだけど、私サンフランシスコに行きたいし、こういう人生を歩んでいきたい。だから私はこっちなのっていうことで、周りの人に振り回されへんし、自分が決めたことに対して納得感を持って、自信を持って行動できるんです。これが自分塾の生き方なんですね。こういうことを60日でっやっていきます。ね。これが受講生が作ったビジョンツリーですね。どうやって生きていくのかっていう、いわゆるロードマップです。 ね、知識を得たい。自分のことを知りたい。余暇を。余裕が必要。健康が必要。そのためには、早寝早起きするとかね。えー、毛玉汚れ、くたくたがえを気にするとかね。トイレ行ったらバイバイ体操をするという,うに具体的な行動を決めて、これを毎日一つ一つ習慣化していくことで、こちらのゴールに近づいていくっていうことですよね。こういうことをね、えー、受講生と一緒に作っていきます。自分が人生のランナーとなり、自分好きな世界で生きるとかね、えー。かわいいおばあちゃんになるんだと。 そのためには自分の取説を作るんだということですよね。はい。で、それを一つ一つ習慣化していく。これすごく大事なんですよ。ね。人生脚本を作る。先ほど言いましたね。言葉にして、物語にして、映画にしていく。ね。はじめ、何をしたらいいかわからない状態から、このプロジェクトでね、何をしたらいいかが具体的にわかるんです。本を読む、動画を見る、ラジオを聞くとかね。具体的にわかる。知らないが知るになる。でも知るだけじゃ何も変わらない。 ですよね、やってみる。行動してみる。行動してみることで、いきなりうまくいくこともあれば、うまくいかないこともある。どうしたらいいんだろう ?PDC a 反省して改善していく。そうすると、少しずつ分かるようになっていって、スキルを身につけていき、いつの間にかできるようになってくる。できるようになってくる。それは習慣化しているということですね。この習慣を作る方法っていうのはねあの、あるんです。これ技術なんですよ。習慣化できる人とできない人がいますよね。何をやっても続かないとか、三日坊主になってしまうとか。 それはね、習慣の作り方を知らないだけなんです。で、この生き方プロジェクトでは、習慣化するためにどうしたらいいのかっていう、このベルトコンベアをね、作っていきます。ね。このベルトコンベアを作れば、習慣化するためには5つの壁がある。知識の壁、行動の壁、気づきの壁、技術の壁、習慣の壁。これを乗り越えるための方法が明確になります。 だから、先ほどね、こういうことを習慣化したいっていう習慣化したいことね、この7つのルールをね、このシュベルトコンベヤに流せ、流し込めば、一つ一つ自動的にストレスなくできるようになる。ね、当たり前のようにできるようになれば、先ほどこちらの図でもね、紹介しましたね。はい。当たり前のようにできるようになれば、ゴールに行くための方法がわかるようになれば、えー、習慣化すれば、あのー、無意識の方に、 ね、えー、組み込まれていくっていうことですね。こちら、無意識の方に人生脚本が組み込まれていくということです。これがね、えー、人生脚本を作るための方法であり、生き方プロジェクト、この60日でやってることですで。生き方プロジェクトのことをちょっとついでに紹介させていただくと、生き方プロジェクトではこの4つ得られることがありますということですね。まず、自分の人生のビジョン、何のために生きてるのかっていう、なぜ生きるっていう、大きなね、人生の目的が見つかります。 自分がどの山に登るのかが分かるということです。ね。ここのゴールが分かる。そうすれば振り回されない。この山を登ることにフォーカスしたらいいからね。で、そのために、えーど、どういう価値観が必要なんだろうって、これコンパスですよね。道に迷った時のコンパス。自分にとって大事な価値観。だって私たちは価値観に従って物事を選んでいるから、人生って選択の連続ですよね。ってなった時に、何を選ぶのか。それを選ぶ基準が大事だよね。 うん、そのための価値観を明確にするということです。そして価値観を明確にして何をしたらいいのか、これも大事だよね。7つの行動習慣を決定し、一つ一つそれを習慣化していく、習慣化していくための方法を、えー、練習していくということ。そうすることで少しずつできなかったことができるようになって、ゴールに近づいていき、自分らしい生き方が自分のまさに置かれている場所で、自分のそのライフスタイルで実現していくということですよね。はい。 これがまさに生き方プロジェクト。特にね、生き方プロジェクトではこのような方がおすすめでございます。子育てに自信がないとか、親子関係を見つめ直したい。自分が何がやりたいのかわかんない。なんか疲れた。毎日パッとしない。 心が満たされない。周りの目がとっても気になる。ぶれない自分軸を作りたい。もっと楽に生きていきたい。暮らしを最適化したい。自分の講座を作りたい。こういう方はね、生き方プロジェクトおすすめでございます。で生き方プロジェクトは1年に1回の募集でございます。1年に1回の募集です。ただね、後で案内しますが、あのー、後で案内しますが、裏技がありますので、えー、ちょっと最後まで聞いといてくださいね。 はい。ということでね。まあ、生き方プロジェクトでやってることっていうことを踏まえてね。アダルトチュードリンをどうやって克服していくのかっていう3つのステップを解説しました。人生脚本を知る。 言語化し、そして新しい人生脚本をじ、ね、潜在意識にいる自分と対話しながら作っていく。そしてその上で一つ一つ習慣化していく。そうすることで無意識にあった人生脚本をガチャって潜在意識、意識できるところに行きそこでじゃあ薬やこうしよう、こうしようっていう,うにそこでね、意識できるから書き換えることができる、ね。書き換えて、あ、こういう人生を歩んでいこうっていうふうにデザインし、それを一つ一つ習慣化していく。山登りをする。花本をする。 イインスタライブをするそうすることで、ね、当たり前のように、えー、できなかったことができるようになり、えー、少しずつスキルも身につき、している状態になる。ね。そうなれば、えー、と、何も考えなくても自分らしい生き方が作られていくということでございます。はい。ということで、ということで、えー、今日のまとめでしょうか。今日はね、アダルトチュードレンとは何なのか。で、アダルトチュードレンとなる原因、アダルトチュードレンを克服する方法について、 解説してきましたということでね。アダルトチルドレントは、機能不全家族で育ち、生きづらさを感じている人ということでね。いろんな自分の気持ちを抑圧されたり、その各家族独自のルールが存在していたりしてね。えー、そのままの自分ではダメなんだ。ね、本音を言ってはいけないとか、ねあのー自分、自分の人生を生きてはいけない。そういうふうな、ねうねえー、価値観とか生き方が染み付いていくということですね。それによって、 言いたいことが言えなかったり、自分の感情や欲求が分からなかったり、相手と自分との境界線が混乱していくということです。で、なぜ、このようなね、アダルト地上年となってしまうのかというとね、えー、こちらの自分塾と他人塾のところで話しましたね。えー、感じる、考える、行動する、そこをしゅ、そういうようなね、流れではなく、周りの指示に従って考えて行動している。 だから考える力も行動する力も育たないし、自分が何を感じているかが分からなくなるということです。ね、えー。幼少期にこのように人生脚本としてガチャって組み込まれてしまうってことですね。人生脚本っていうのは0から6歳までの親子関係によって身につけた信念とか考え方です。その中には自分を幸せにするルールもあれば、不幸せにするルールもあるということです。じゃあこの不幸せにするルールをどうやって書き換えていくのか。 どうやってアダルトチュードレンを克服し、生きづらさを、えー、緩めていくのか。それ3つの方法でしたね。はい、えー。こちらかな。人生脚本を言語化し、人生脚本を作り、中間化するということです。まずやっていただくことはこれです。もやもやしたとき、もやもや、イライラしたとき。これをね、えー、ノートに書いてください。何に対してイライラして、もやもやしているか。だから、ノートを買うということが、まずはファーストステップだよね。ノートを買って、ノートに書く。ね、ノートを書く。ノートを書く。 はい、でもやもやしたとき、イライラしたときに、何に対してそんなにもやもやしているのか、イライラしているのかっていうことをしっかり言語化していくってことね。で、自分の中にあるべきが見つかったら、ね、何から自分を守ろうとしているのって、その子を否定するんじゃなくて、ね、その子が考えている、その子がやってきた行動に対して、ちゃんと肯定してあげて、言語化してあげるってことも大事だね。だってこの潜在意識にいる自分は、あなたを守ろうとして、あなたを幸せにしようとして、そういう行動をしてるんですよ。 来てるだからそこを否定したら、それはいわゆる自己否定につながるから、自己否定した状態では自己肯定につながらないんですよ。アクセルとブレーキ同時に踏むようなもんなんでね。だからこそ、その潜在意識の自分をしっかり肯定してあげる。その具体的な方法は、グリーフワークっていう動画を見てください。この概要欄にね、貼り付けておきます。はい。その上でね、 その上で潜在意識にいる〇〇ちゃん、〇〇すべきだと思っている〇〇ちゃんと今自分が意識しているこの〇〇ちゃん、自分らしく生きたいっていう〇〇ちゃんね、しっかり対話してお互いが納得いくゴールを作っていく。うん、そしてそのためにどうしたらいいのかっていうのを、えー、しっかり言語化して、先ほどのね、地図,地図にもありましたねあの、ビジョンマップと見えますけど、こういうふうな地図を作っていく。 じゃあゴ、ゴールがあって、そのためにはこういうことしたらいいよねって。そこが明確になったら、それを一つ一つ習慣にしていくということですよね。そうすれば、えー、何も考えなくても当たり前のようにできるようになる。そうす、自分らしく生きられて、自然体で心を楽にして、えー、毎日を過ごせる。穏やかな毎日よね。 はい。ということで、ということで、えー、ここまで長く話してきましたけど、何か参考になる部分とか、いいなって思う部分があったら、あの、いいねボタンとか、高評価ボタンとか押していただいたら嬉しいし、あの、チャンネル登録していただいたらめちゃくちゃ嬉しいです。はい。で、先ほどね、紹介した生き方プロジェクトなんですけど、それはね、こちらの公式 LINE で1年に1回案内してます。親と子の生きづらさを紐解くライフスキューの学校ということで、えー、有料講義の動画をね、26本。 ね、先ほど言った生き方プロジェクトの一部の動画とか、ライフスキルコーチ認定講座の動画をね、そのまま26分一部をね、えー、切,りあの切り抜いてプレゼントしているので、まずこちらの QR コードとか概要欄からチェックして、こちら登録してみてください。いつでも解除できる。無料やからね。で、この公式 LINE にねあの、登録してもらったら、えー、生き方。生き方ってね、おかち。生き方、どうしよう。生き方プロジェクトって入れてください。生き方プロジェクトって入れてくれたら、 あの、生き方プロジェクトの案内を送ります。おかちが案内を送る。1年に1回の募集なんだけど、えー、クローズドでね、動画を見ていただいた方には、特別にあのご案内もしてますので、その案内を送るので、それ見てもらって、あ、なんかタイミングじゃないなと思ったら申し込まなくて OK。でも、興味がある方は、公式 LINE に登録して、生き方プロジェクトって入れてください。案内を送ります。はい。で、おかちはね、あのー、この、緩める子育て。 緩める心理学ってね、今日も話しましたけど、そういう社会にはびこる見えない鎖、こうしなければいけない。その緩めるためのね、方法をね、こちらの本でがっつり解説してます。で、こちらまだの方はね、こちらも買ってみてください。で、インスタグラム、これミスターおかち。こちらはね、子育てチャンネルで、もう一つはね、えー、おかち、おかち360。こちらではね、えー、子育てをしていないすべての大人対象。まあ、アダルトチルドレンでね、苦しまれている方。 ね、苦しまれている方対象に自由に生きるための方法を発信してますので、えー、2つとも、あのー、フォローしてもらえたら嬉しいです。ということで今日はこんな感じでしょうか。I am a star, you are a star。自ら輝けば世界はテッカテカに輝く。ワンダフルな一日をお過ごしください。バイバーイ。めっちゃ汗かいた。頑張ったよ。